クラレンス公、トマスの紋章トマス・オブ・ランカスターは、ランカスター朝のイングランド王族で、ヘンリー4世と最初の妻メアリード・ブーンの三男。ヘンリー5世の最年長の弟。ベッドフォード公ジョン、グロスター公、ハンフリーの二位。1411年に、ケントハク・トマス・ホランドの娘で、叔父の初代サマセットハクジョンボーフォートの未亡人、マーガレット・ホランドと結婚したが、 二人の間に子は生まれなかった。1412年にクラレンス公に除された。1411年、父と兄が百年戦争期のフランスへの対応をめぐり、対立すると、父が主導する評議会に参加して、兄と対立したが、翌1412年に和解した。そのフランスはアルマニャック派とブルゴーニュ派の内戦で、混乱状態にあり、 クラレンス公は1412年5月にアルマニャック派と同盟を結んだ父の命令で8月にフランスのルマンディに上陸したがアルマニャック派が変身してブルゴーニュ派とは僕しイングランドと手を切ったため成果なく11月にイングランドへ帰国した兄の知性ではフランス遠征に従軍して1415年のアルフルール法移戦などに参戦1417年9月に ノルマンディのカーンを落とした。その後は、フランス中流軍の司令官を務めたが、1421年、兄に先立って、王ェの戦いで戦死。フランスへの報復に向かい遠征を勧告した兄も、薬病にかかり、翌1422年に亡くなった。ウィリアム・シェイクスピアの刺激、ヘンリー4世、第2部に登場する。川北、p 百十六 p 百十七起動。 P108P109P113 ロイル P109P111 川北 P119 ロイル P143P150P411 ありがとうございます。